手羽先を関節で切り離し、手羽中にしていきます。こちらの関節を切り離すことで、鶏手羽先が鶏手羽中になります。関節部分に包丁を当てて、力を入れます。これで鶏手羽中になります。もう一度やってみます。関節部分に包丁を当てます。力を入れて切り離します。これが鶏手羽先の関節の切り離し方です。